丸山九段が通算1000勝達成。銀河戦のネタバレが話題に、に対するネット民の反応。丸山忠久九段が叡王戦段位別予選で深浦康一九段に勝ち、公式戦通算1000勝を達成しました。2017年の佐藤康光九段以来、史上10人目です。丸ちゃんおめ。丸山九段、1000勝600敗。史上10人目の1000勝達成。めっちゃ綺麗な。丸山先生おめでとうございます。これは良いムキムキ。パンプしてるて、将棋が強くて、なおかつ健康じゃないと達成できない偉大な記録。戦勝ということは、あれがあれしたんですね。気力と筋力は密接な関係にある。すげえ二の腕だな。みんなムキムキの二の腕ばかり注目してるけど、本当にすごいのは肘から手首までの前腕筋群の太さ。ここは鍛えるのが大変な部位。丸山先生が筋トレガチ勢であることがよくわかる。丸ちゃん強いな。達人戦も準優勝だったし、竜王戦でも1組キープして本戦出場までしている。丸山銀河戦でも鍋に勝ってたし、今季調子良いな。銀河戦優勝合わせて1000勝かおめ。永瀬藤井を破って優勝か？ NHK 杯ももう負けてるし、残りの2勝ちは銀河戦しかないから、丸山の優勝は確定だよ。やはり筋肉、筋肉は全てを解決する。銀河戦はネタバレから避けられない運命。銀河戦はもうちょっと収録と放送の間隔を短くできないもんなのかね。銀河戦のネタバレは毎年ひどいが、今回のはルール通りだから仕方ない。しかし銀河戦は自分たちでネタバレしなくてもこういう形でバレてしまうとは。呪われてないか？呪うも何も6月戦の代償だから。毎回急所でネタバレされるのはさ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。